文化放送おはようテラちゃん。時刻7時48分です。この時間からコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。内藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日はこれはうぐいす色ですか？そうですね、ちょっとグリーンっぽい感じで、ね、はい、緑の季節。そうです ね、まあ、明日緑の日ですし、そうだ、はい、うっかりしてます。今年はあれなんですよね、88夜がお1日で昨日じゃなかったんですよね。そうだったんですね、ちょうどお茶の時期だし、なんかそういった感じで、はい、たまにはアンサンブルで来てもいいかなという、はい、この羽織は前に割と最近着てきたんですが、はい、中も着るとこんな感じで。そうなんですね。こうバラして着ると組み合わせで結構だいぶ印象が変わると思うんですけど、違いますね。ですから確かに、あ、そういえば、ね、この前もこちらの色のね、そうですね、確か3月かなんかの頃に中は黄色にしてちょっと生花っぽい感じでっていう。今回は同じ色ですもんね。そうですね、あ、そういうこのなんかこう色のね、こちらに映る、まあ、着てる側は なんてことないかもしれませんけど見るから、ね、見る方としてはいいなってやっぱり思いますもんね。ですから、まあ、スーツをこう買って、はい、それはあのジャケットとそのパンツをこう組み合わせると4通りになると同じような感じでこう組み合わせてると、和服もそうなんですね、さて、あの今ね、お茶のこの88夜とか、この季節になってきてるわけですけれども、静岡でこのお茶の産地の牧之原でね、おとといの夜竜巻が発生したようです。静岡地方気象台は竜巻の可能性が高いと判断したと発表しました。風速推定およそ55メートル、竜巻の強さを6段階で示す日本版改良フジタスケールで4番目に強い2に該当するとしています。で、牧之原市によりますと、この突風で30代から60歳代の男女3人が割れたガラスで軽傷を負いました。昨日夕方5時の時点で確認できた建物の被害が66棟、全壊は倉庫や車庫、物置の3棟、窓ガラスが割れたり屋根瓦が吹き飛んだりする一部損壊が63棟でした。またトラックなど車5台が横転、ビニールハウスなど農業用施設12棟が損壊しています。電柱も倒れまして、中部電力パワーグリッドのまとめによると、牧之原市中心におよそ3000戸が一時停電しました。静岡県牧之原の突風ですけども、大きな被害になりました ね。本当なんかあの東京でも結構あの、はい、風強かったですもんね、はい、そうでしたね。ですから本当やっぱりあの被害が出るところってのはあるんだなっていう形で、本当にあのお見舞い申し上げます。そうですね。でまた竜巻というともう限られたところを ね、ずっと通っていくわけで、ですから周りはさほどこの被害はなくても、その部分だけは甚大な被害になりますからね、ですからあの、まあ、これ竜巻じゃないんですけども、もう数年前になりますけど、はい、東京であの氷がすごくて被害が出たことがありますでしょ、はい、あれ三鷹とかあの調布だと、はい、実はあの辺にちょうど実は私の親が住んでまして、あのその時にですね、やっぱり局地的にうちの親の家もその被害にあったんですが、はい、あの局地的、本当に局地的で通り一本挟むと全然平気みたいな感じだったらしいんですよね。こうやっぱり自然の被害って本当にこうピンポイントできちゃうと大変ですよね。そうですね。埼玉の方でも氷が降ったなんてねニュースもありますし、でこの静岡県牧之原市の布引原地区というところはお茶を保管する倉庫の屋根などが飛ばされて近くの茶畑に散乱する被害が出ています。であの今年はですね、あの新茶のシーズン、あの気温が高かったため早めに茶摘みっていうのがスタートしまして、あと3割収穫が、残っていたということなんですけどもね。逆に言うと今例年だともっと残ってるってことですよね。もうちょっと残ってる感じなんですね、まあだから、まあ、残念といえば残念なんですけどもね、まあ、不幸中の幸いとも言い切れない3割も残ってるとですね、あと保管していたこの倉庫の屋根が飛んじゃってるってことは、その中に入ってたお茶大丈夫だったのかとかね、まあ、普通に考えてればね少しはダメになるもんね。そうですね、本当お気の毒としか言いようないですよね、まあ、私も映像で見る限りですけど巻き上げられますからね、竜巻っていうのは車とかもね。竜巻って昔はね日本では本当少なくって、やっぱり映画なんかでアメリカとか、あっちの方のイメージが強かったんですけど、日本でも最近竜巻あるから本当怖いですよね。そうですね、あのなんかつむじ風みたいなミニ竜巻みたいなのもね、よく運動会シーズンに その程度のなんかこう、落ち葉がカサカサカサぐらいなのあるんですけど、まだいいですけどね、それでテント飛んじゃったとかね、そういうこともありますもんね。そうそうそう、
本当に自然の猛威ってのは恐ろしいですね。さて続いてはですね、西村経済再生担当大臣、昨日会見し新型コロナウイルスの変異株の感染力の強さ、こちらで屋外でマスクをつけていても感染が確認される事例の報告が相次いでいると話しました。大型連休中も不要不急の外出、移動を控えるようアピールしたということですね。屋外でもマスクをつけていても感染、いやこれ推測、細かいことすいません、ちょっとまだ分かってないんですけども、推測の域ですとマスクつけてるからって屋外で、人とこう思いっきり接近して喋ってて感染したのかなと思うわけですね。まあね、やっぱり条件が揃っちゃえば感染しちゃうわけですし、だいたいそもそも、ね、はい、表歩いてて、はい、結局出歩かないようにってこと、表歩いてれば感染するわけですから。そうですね、だから逆にそれこそ事例をもっと詳しくっていうか、はい、そうですね、やっぱりある程度 その事例がこう積み重なってくると、はい、バーベキューの時これはダメだよねっていう、やっぱり共通の理解が出てきてくるんで、やっぱりそういう情報の蓄積ってのは大事だと思いますね。そうですね、具体的なね、で新型コロナウイルスの感染が広がりやすい条件として密閉密集密接の3密、これが指摘されてきましたが、ここに来て、2密、2つの密ですね、あと1つの密、1密によるクラスターの報告も増加しているということなんですね。ですから例えばですけれども、密閉した空間でというのもあるで、間隔を取っていても、うん、マスク取って長時間会話していれば、まあ、これなるぞと、あと2密って言いますから2つですね、密接密集、屋外でも密接密集だった場合にはマスクをしていてもなるぞとか、まあ、おそらくそういうことなんでしょうけども、今おっしゃったようにもっとこれ具体的な情報が欲しいんですよね。であと僕はやっぱりね、これ今から1年くらい前に盛んに言いましたことですけども、はい、3密っていう言い方がやっぱりちょっとやっぱり分かりづらいような気がするんですよ、はい、でこれ1年くらい前に言われてたので、はい、3密ではなくて密閉の兵と密集の州と、それから密接ではなくて接近にして、これ習近平はダメだと、習近平危ないというふうにした方が覚えやすいじゃないかと、はい、いうふうにしてですね、やっぱりこう、まあ、このご時世ですから、はい、まあ、3密のうちに2密1密だって、はい、じゃあどれなのって分かんないですか。そうですね、やっぱり習近平はダメと、それで習近平は絶対ダメと、気をつけてください、本当に危ないんで習近平気をつけてくださいと。なんかすごいすごい、いやいや別に誰かのこと言ってますよ、誰かのこと言ってるわけじゃな い, なくて、だからその中で例えば今回は、はい、なんだろう、州と金、はい、州外でやっても州と金があったらダメなんですよと、はい、そういうことですね。そしたら分かりやすいじゃないですか。分かりやすいですね、やっぱり分かりやすさが大事だと思います、ね、まあ、いろんな意味で警戒は必要だというのはこのご時世ですから、はい、ね、はい、さてもう一つですが、日本農園おたふくワクチンが足りないというこういうニュースもあります。子どもが受ける予防接種のうち、日本農園とおたふく風邪を予防する2種類のワクチンがこの春から品薄となっています。新型コロナウイルスの流行などとは関係なくですね、ワクチンを作る2メーカー2つのメーカーの製造工程で不備があったためで、対象年齢の子どもの接種スケジュールに影響が出ているということです。いや、新型コロナウイルスだけじゃなく、ま、不備という原因は分かってるんですけども、日本農園おたふくのこのワクチンも品薄になってるんですね。いやー、ね、結局、もちろん新型コロナも、ね、大変なことではあるんですが、はい、ただ新型コロナがあるから他の病気がなくなるということは当然ないので、やっぱりその辺はね、やっぱり数としたらやっぱ他の病気の方が圧倒的に多いわけですから、 そうですね、その対策はやっぱり そこに支障が出てきちゃうと、ちょっと何のためにやってるんだか分からなくなっちゃいますので、十分お気をつけいただきたいですよね、はい、でこのおたふく風邪のワクチンというのは作っている国内2社のうち武田薬品工業の出荷量が今年4月から大きく減ったと。でこの武田薬品によると、3月から4月に山口県の製造工場内で室内を無菌化するエアフィルターに不備が見つかったと。出荷予定のワクチンを全部捨てて、そして在庫は4月末になくなった。出荷再開は10月末になる。時間かかるんですね、やっぱりね。やっぱりね、
はい、で日本農園ワクチンについては製造2社のうち、阪大微生物病研究会というところの香川県の工場の中で、去年11月から12月にかけて原液元の液の製造工程で不純物が生じたと。で製造を一時中止して出荷再開は12月の見込み、2社合わせても例年度よりも80万回分程度供給が不足するとしています。いやこれはこれで有識問題だなっていうね。だから多分これこう相次ぐっていうことは、はい、やっぱりこれあの工場なんかできちんと管理できる体制になってないじゃないかというふうにやっぱり疑っちゃいますよ ね、 そうですね。だからそうするとその原因が何なのかと、例えばやっぱりこう景気が悪くてやっぱりコストをカットしなきゃいけなくてそのしわ寄せが出てきたのか、単純にあるいはそのほぼ2社しかない独占企業なんで気が緩みが生じたのかその辺分からないですけど、とにかく気をつけていただきたいですね。はい、まもなく8時です。8時になりました。5月3日月曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。日差しがかなり強くなってきました。 15.5 度ですね、北西の風が 1.5 メートルの浜松町。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。今日の関東高気圧には覆われますが気圧の谷寒気の影響を受けます。おおむね晴れますが午後ですね大気の状態不安定でにわか雨や雷雨のところがありそうです。昨日も午後ですね、あの浜松町界隈も青空が所々覗いてるんですけども、なんか黒っぽい雨がガーッと来たなと思ったらねポツポツ雨が降ったなんていう状況ありました。まあ、今日も午後ですね大気の状態が不安定になりそうです。念のため外出する方折りたたみの傘があった方が安心でしょう。最高気温東京都心と埼玉は23度、横浜と千葉は21度の予想です。明日も晴れて日中明日も汗ばむ陽気となるでしょう。午後のにわか雨明日はない見込みです。東京地方今日は晴れ時々曇り、明日は晴れ。現在雷注意報が東京、千葉、埼玉、茨城、そして栃木に、乾燥注意報が千葉、埼玉、栃木、そして茨城に出ています。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。内藤さん改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、そうか今日はお茶色って言えばいいんですね。抹茶色、抹茶色っぽい感じですね。まあ、モスグリーンとこんな感じになるんですけど、和服です。内藤さんの和服姿見たいという方は YouTube ぜひともご覧になっていただければ。よろしくお願いいたします。はい、さて、こういうニュースがあります。政府はですね新型コロナウイルス感染防止を強化するため飲食店が講じた対策を第三者が認証する制度、これを導入するよう全国の都道府県知事に通知しました。こうした制度山梨県などが運用していて菅総理が導入の検討を指示していました。で事務連絡では認証基準に従ってこの感染防止対策を講じた飲食店に対し都道府県、あと委託受けた民間業者が実際に店を確認します。確認した上で認証を付与する制度を想定しています。でこの認証基準の案というのがありますが、まずは座席の間隔を1メートル以上確保すること、あと換気設備で必要換気量、1人当たりですね毎時30立方メートル、これを確保することといったこの項目を例示しています。で地方創生臨時交付金事業者支援分を使って換気設備、あとパーテーションなど対策にかかる費用、これを補助する、これも要請するということなんですね。まあ、この飲食店が講じた対策を第三者が認証する制度です。これは内藤さんはどうご覧になってますか。いや私はとてもいいんじゃないかと思いますね。はい、結局やっぱり緊急事態宣言しても何にしてもそうなんですけども、はい、
あの基準がよくわからない、はい、でなんか効果も なんでそれするのかっていうことよくわからないというところが多いので、はい、こういう形で例えばこういう条件を整えればきちんと営業してもいいですよと、はい、いうふうなことがあれば、やはりあの営業をいかに、これから長丁場なので、はい、いかに普通のその営業で回復できるかということを考えると、営業することを前提にだったらこういう基準をクリアしてくださいねと、はい、いうふうなことで、しかもそれをあの客観的にお墨付けを与えてとにかくまあ回すようにしようというのは非常にいいことだと思いますね、はい、あのつまんないその見回り隊とかやってるんだったら、こういう方にやっぱり、はい、あの人的なコースを割いていただきたいですね、本当に。そうですね、まあ、でもあの昨日私もちょっと取材もしようと思って行ってみたんですが、いろいろ工夫されててね、今はその焼肉ライクっていう一、はい、人用の焼肉、はい、これどうなってんだろうと思って昨日入ったんです、まあ繁盛してるんですよ、お昼ちょっと外した時間、だいたい幅70センチぐらいでこういうアクリル板が隣のお客とあります、はい、そんな広い間隔はないんですけど、原則喋りませんから。そうなんですね、焼肉食べるだけで。だからあの別に喋らないで、それこそ一人でこう分かれたところで喋らないでパパッと済まして出てく分には広がるはずはないんで、そういったところはむしろそういう形でどんどん営業してくださいと。でそのために必要なコストは例えばこう自由支援しますよというのは、まあ前向きだと思うんですよ、やり方が。あれはダメこれはダメ、闇雲に言うよりもやっぱりこういう形であの共存していくんだっていう方向にやっぱり誘導していかないといけないと思いますよね。まあこれ焼肉ライク他にもあのいろいろ業種あるんでしょうけども、あの工夫されてるとこもあるんでしょうけども、さすがだなと思ったのが注文取りに来ないんですね。もうタッチパネルなんですよ、はいはいはい、液晶があって、あとはその目の前に小ぶりな焼肉、ここから空気全部吸い煙出さないように吸い込んでるから換気もいいんですね。水も持ってこないんですよ。水もなんかこう回転寿司 の, あのお茶入れるみたいなこう、はい、ちょっとレバー式のところからお水も出して、だからほぼ喋らない。あの喋ったのはいらっしゃいませ、初めてですか、そしてエプロン入れますか、それだけですね。あと会計も自動です。自動っていうか、自分で機械にこうお札入れるっていう状況ですから、あこうなってんだと。でもちろんお酒はあのなしになってますし、今はね、あこういうで女性も安心して一人で、若い女性がいっぱい入ってるんですね。あそうですか。やっぱり焼肉は食べたい、でもなんか心配だとか、あとねみんなで行くにはこのご時世ちょっと行きづらいとなって満員ですね。ラーメン屋さんなんかもほとんどやっぱりこう追加であっても今みんなありますね。カレーショップでもそうですしね。だそういう工夫、第三者云々っていうのもいいですけど、自分たちでだからそれを、ちゃんと認証してくれるっていう意味では、やっぱりちっちゃいところでできなければ、それをやっぱり後押しして支援するってことです、でそういうふうにライフスタイルやっぱり変えていくって方がいいと思います、ね、そうなんですね。ですからこれね、あのワクチンがこ うまくこう進んでいって、下火になったとしても、そういう業態ってのは残るんですかね。これはだから下火になっちゃうと分かんない、分かんないか。またすぐ買えるかもしれませんね。かもしれないですけどね。やっぱりいいよね、みんながなんてね。でも例えばその、焼肉なんか一人で行きたいって、フラッと食べたいっていう需要は今までもあったと思うんですよ。そうなんですよね。結構一人も悪くないなと思いまして、黙々と食べるんですけど、だから一人のこのかかる時間も短い短い、回転ですよ。まあ、そうですよね。食べて終わっちゃうし、お酒も飲まなきゃあっという間ですね。そうなんですよね。そうだ、お酒が入るとね、ちびちび行く人もいるかもしれませんけど、というのが今焼肉ライクあのっていうあの繁盛してるね、一人焼肉のお店ですけども、行列できてますからね。そうですか。私はあの不勉強で、まだあの名前はもちろん知ってたんですけど、実際には体験してないんで、私もね昨日初めて行って、ね、そういうとこかみたいなね、はい、でもうすぐにこの、ね、お客がいなくなるとアルコール消毒で拭いて、早い早い、あとお盆もカチッとこうはまるような感じでテーブルが少し掘ってあるんですね。そこにガチッと入るみたいなね、いろいろ工夫されてます。すごいです ね、はい、今朝もあなたのお周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時8分になるところです。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。おはよう、テラちゃん。時刻8時14分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。
日本経済新聞、インド支援、主要国が綱引き。新型コロナウイルスの感染が爆発的に拡大しているインドに対し、今月2日までにアメリカ、ヨーロッパなど40カ国以上が治療に使う酸素や医薬品の供給を表明しました。相次ぐ医療支援の表明には、インド太平洋地域の要衝であるインドを引きつけようとする各国の外交上の綱引き、これが透けると日経新聞伝えています。インドは1日あたりの新規感染者数が世界最多の40万人強に上り、死者数も3000人を超えています。病床や医療用酸素が不足して医療システムが崩壊しつつあります。危機的状況に各国がインドへのこの支援表明に乗り出しています。アメリカは4月29日までに1億ドル、およそ110億円分の医療物資を供給する方針を示しました。ヨーロッパではドイツが人工呼吸器や医療用マスクを、フランスは液体酸素、イギリスは空気を吸い込んで酸素を排気する酸素濃縮器などの供給を表明しています。日本も先月30日に人工呼吸器と酸素濃縮器を供与する手続きというのを始めています。このインドの支援をめぐる各国の動きですが、内藤さん、これはどうご覧になってますか？これ当然その、ワクチンというのは今非常に外国的に一番効果のある武器ですから、それをその使って自分の陣営に取り込もうということは当然やってるわけですよ。で、実際そのアメリカとか西側に対抗する中国、ロシアというのが盛んに例えば自分の支援する国にそのワクチンなんか、配ってますし、インド自体も実は南アジアの域内大国として周辺のちっちゃな国にやっぱりだいぶワクチンなんか供与してたんですよ。それこそミャンマーなんかにもやってたりして影響力をそのやろうとしてましたんで、当然そういう動きはありますよね。少なくともそこにやっぱり中国なんかが入ってこない、入り込む隙を与えないということは大事なので、やっぱりこれは当然の動きかなというふうに思っております。その今出てきた中国、あとロシアもですね、インドへの支援、これを表明していて、これについて日経新聞は、中国、ロシアとしては迅速な支援に成功すれば、結果としてクアッド、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの枠組みにくさびを打つことができるという読みもありそうだと伝えています。中国、ロシアの動きですが、これはないと当然彼らは彼らでそこであれますよね。特にロシアは歴史的にインドとの関係がソ連時代から非常に深いので、その辺はやっぱり非常にインドも頼るかなと、逆にインドはもちろん日米合意のクアッドの中に入ってるんですが、ただやはりそれなりにしたたかなところなんで、やっぱり両天秤かけてるところありますんで、そうすると援助をもらう側が相手を選別してこう駆け引きに使うということも当然あるんで、その辺は非常に複雑なモデルなんで、やっぱり注意して見ていかないとということだと思います、ね。インドはもともとどことも組まないよという感じですもんね、というのを売りにしてましたので。そうですよね。ただ中国とは国境紛争を抱えてますし、やっぱり最大の仮想敵国はずっと一貫して中国でしたので、ただいきなりその仮想敵国だから常に対立しているというよりは、その辺はその使い分けで、コーナーの使い分けということをしてきた国なんですけれども、そういったところでやっぱりこのワクチンをこうする側もこういかに取り込むかですけども、される側のインドもそれをどうやってうまく手玉に取って、一番有利なようにするかっていう、まさにその外交国際関係の教科書のようなことが起きてるかなという気がしますね。でもまさかインドもその、諸外国にこの少しずつ配って、これをきっかけにいいなと思ってたのが、自分の国が大変なことになっちゃってですね。ですからインドって結構ワクチン大国で、ライセンス生産なんですけども、それがこういうふうにやられちゃうと、やっぱりですね、本当に怖いなという、そうですね、ですからインドに工場があって、でワクチン作ってるっていうのが多いですもんね。ですからそういうところがちょっとこれでダメになっちゃうと、やっぱり逆に言うとその支援するという側にしてみても、中国から切り離すということ以上に、やっぱり自分たちの工場を確保しないと、でやっぱり典型的なのがパキスタンが、インドにその支援するというふうに言ったのは、やっぱりパキスタンにしてみればインドで感染すれば自分たちのところに火の粉が来るわけで、もうそんなこと言ってらんないよねっていう、やっぱりそれだけインドがやっぱり深刻な状況ってことですよね。続いてはこちら、産経新聞、ビンラディン容疑者殺害10年、アメリカ軍撤退、アフガン再びテロ温床も。
国際テロ組織アルカイダの指導者ウサマ・ビンラディン容疑者が殺害されてから昨日で10年を迎えました。アメリカバイデン大統領、ビンラディン容疑者が首謀したアメリカこの同時多発テロ、ここから20年となる9月11日までにこのアフガニスタンから駐留米軍を完全撤退させると表明しましたが、アメリカ内ではアフガンが再びアルカイダによるこの対米テロの温床になりかねない、こういう懸念も強く持っています。実際国防総省の情報機関国防情報局、このベリエ長官は29日の上院の軍事委員会の公聴会で、タリバンはアフガン政府に軍事的圧力を加え続ける、停戦や暴力の低減に応じる可能性は低いと指摘しました。アメリカ軍撤収後はタリバンが再びアフガンの全土支配を目指して活動を活発化させる公算、これは非常に大きいとしています。一方アルカイダは最高幹部をアメリカ軍によって次々と殺害されるなどして、その勢力以前に比べて弱体化したものの、アメリカ軍のこのアフガン撤収を受けて再びタリバンと手を組み再興を図る動き、これを強めつつあると見られています。でこのアフガンから駐留アメリカ軍、駐留米軍の完全撤収のニュースですが、これは内藤さんどうご覧になりますか。これはもうずっとあの歴代の政権がとにかく撤収したいと言って、はい、特にトランプ政権は撤収する道筋をつけたんですが、それがあの言ってみればそのアフガンにそのまあ西側の軍隊が駐留し始めた、そもそものきっかけは911テロですから、はい、アメリカがその仕掛けた戦争でアメリカが一番最初に引くのはどうかっていうのをやっぱり NATO なんか反発したわけですよね。それがあの3月ぐらいにウクライナ情勢がちょっとまあ緊迫してきたんで、まあ、それを口実にみんな引き上げるというふうに言い出したわけじゃないですか。で、まあ、ロシアにしてみればあの逆に言うとアフガンでアメリカなり西側の軍隊を勢力を割いて置かせておきたかったところがあるんで、はい、あのまあ、もちろんその常念さんが指摘されてるあの国債をアメリカがあのロシアの国債を買うのを禁止したということがあって、それも引き上げる大きな原因なんですけど、もう一つはアメリカとかが引くというときにあのロシアもそのじゃあウクライナを口実にみんな西側が引いちゃうんだったらウクライナから自分たちも引いちゃえばいいじゃないかと、はい、それであのアフガンこんなごたごたになるよ、さあどうすんのっていうことですよね。で基本的にあのアフガニスタンのところというのはもともと非常にあの部族が割拠しているようなところで、あのなかなかまとまり常に内戦をやってたようなところなんですよ、この100年200年で。それが外敵が来るとその外敵に対してその抵抗で一致してまとまる、で外敵がいなくなるとまたあの内戦が始まるということで、だからこれ19世紀のやっぱりイギリスが大帝国がアフガニスタンをやっぱりインド防衛の関係で制圧しようとして何度かやっぱりやってるんですけれども、局地戦では勝ってもやっぱりこうなかなかゲリラに悩まされて最終的にはやっぱり何十年かやって撤退せざるを得なくなったという先例がありますんで、あのまあアメリカとしてみればあるいは西側としてはもうちょっと面倒見きれないから撤収はしたいんだけれどもねっていう感じですよね。でこの南アジアを拠点とするアルカイダの構成員は CNN テレビとの単独取材で、アフガンやパキスタンを拠点とするタリバンとアルカイダは関係を堅持している、保っていると指摘して、あらゆる戦線でアメリカと戦うと強調しました。トランプ前政権とタリバンが去年2月に結んだ和平合意では、タリバンとアルカイダのこの絶縁がアメリカ軍撤収の前提条件でした。で、単独取材での構成員の発言が本当事実とするならば、タリバンはアルカイダと関係を解消する考え毛頭なく、そして当初からアメリカを欺く、まあ、この意向だったということを意味するということなんですけども、このイスラム過激派の脅威ですね、改めて、このあたり含めていかがでしょう。まあ、だから彼らはね結局やっぱりアメリカと戦うということ、まあ、特にアメリカがあのやっぱりアラビア半島にやっぱり軍隊駐留してますから、はい、そうするとアラビア半島っていうのは彼らにあのイスラム教徒の人たちにとってはあの聖なる地なので、そこに異教徒の軍隊が駐留しているということが許せないというのは根っこにありますんで、あのそれはまあ多分あの撤回しないと思うんですね。ただアメリカは欺く意向だったというんですが、アメリカ もうそれは百も承知で、とにかく中で勝手にやってくださいと、自分たち、ね、外出るなと、外出るなと、中で勝手にやる分にはいいから、俺たち撤収するから勝手にやってというのがあのまあ非常に冷たい言い方ですけど本音だと思うんですよ。そういうことなんですね、EU にしても、ただそれがその拡大しないようにどう封じ込めて、まあ、だからあれですけどアフガンの域内だけで紛争を抑えるかということですよね、はい、そういうことなんですね、はい、続いてはこちらスポーツニッポン。
キム・ヨジョン氏、韓国に怒り爆発再び。朝鮮中央通信によると、北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党総書記の妹キム・ヨジョン党副部長、2日に談話を発表し、韓国の脱北者団体による北朝鮮批判のビラ散布について、我々の国家に対する深刻な挑発とみなし、相応する行動を検討すると述べ、対抗措置を講じる可能性を示唆しました。ヨジョン氏は去年6月もビラ散布を非難して軍事挑発を警告する談話を出しました。で、北朝鮮、その3日後にムン・ジェイン政権の南北融和政策の成果の一つとされていたケソンの南北共同連絡事務所を爆破しました。専門家、今回についても何らかの爆破やミサイル発射、核実験など何らかのこの行動に出るのではと見ています。これ内藤さん、まあ、その前回去年6月ですね、ビラ避難して、そして3日後に建物をぶっ飛ばしたっていうね、はい、これ映像でおそらくラジオ機の方も覚えてる方多いかと思うんですけども、今回はどう出るんですかね。まあ、基本的にプロパガンダ合戦ですから、はいはい、避難されればそれに対して応報するっていうのは、これ自体は、まあ、当たり前のことなんで、はい、この時点ではまあそれほどその、まあ、当然そういうふうに言うでしょうねと、はい、で特に前回はキム・ヨジョンの、その、まあ、ポルノ画像にしてましたから、はい、それはまあかなり怒るよねと、いうのはそれはそれでわかるんですが、はい、ただ、まあ前回 の, そのケソンの連絡事務所の爆破っていうのはもうほぼ機能してなかった、しかも自分たちの建物を爆破してるんで、映像派手ですけれども、深刻なダメージを実は与えてるわけじゃないんですよ、はい、ですから、なんかそういうその派手、見かけは派手だけれども、それほどそのまあ実際にそのまあ脅かし、実際 の, そのダメージが他に与えるようなことというのはやらないで、なんか見かけが派手だけれども、実はっていうような反応はやるかもしれないですね。そうなんですね。これ脱北者団体自由北と韓国ですね、北韓運動連合によると、この団体はですね、4月末に2回この南北軍事境界線の周辺から北朝鮮に向けて核ミサイルの挑発を続ける金正恩を糾弾などと批判するビラ50万枚、1ドル紙幣5000枚などを大型風船10個につけて飛ばしたということなんですね。で、今手元にそのポスターがある、ビラがあるんですけども、赤基調で文字のとこは、赤い文字、白地に赤い文字とかブルー、あと黒い文字で、この何かこう浮き立たせているという状況です。で、その上なんですけれども、まあ、真ん中というか下の方にですね、これはおそらく、キム・ジョンウン総書記、まあ、これが非常にこの険しい顔をして、両の手にですね、ミサイルをこの1本ずつこの抱えてという状況です。で、その周りにですね、これは比較的可愛らしい顔をしたという感じなんですけれども、その銃を持ったりだとか、銃をみんな持ってますね。あとはその衛生関係のこの女性のこの白い帽子をかぶった人とか、まあ、こういうのが映ってる感じなんですね、というのをこう配ったっていうか、飛ばしたということなんですね。で、韓国では今年3月、北朝鮮に向けたビラ散布を禁止する法律が施行されていて、韓国統一省は2日、ビラ散布について、警察が調査を行っているとして、北朝鮮を含む誰であっても朝鮮半島で緊張を高める行為に対して反対する、こういうコメントを発表しました。韓国政府のビラ散布の規制めぐっては、アメリカで4月に開かれたこの議会の下院の公聴会で表現の自由を侵害していると、こういう懸念が示されるなど批判的な声が出ています、まあ、この韓国政府のビラ散布の規制ですけれども、これいかがですか。まあ、これはあれですよね、統一省というのはまあ基本的にお役所ですから、そうすると緊張高める行為に対して誰であっても反対するというのは、まあそういうふうに言わざるを得ないでしょうと、はい、ただ法律作って禁止するまでやっていいのかという問題はあると思うんですよね。やっぱりそれはこういう自由、いわゆる北朝鮮に対して批判というのがタブー視されちゃいけないわけで、はい、やっぱりこれは自由に認めるべきだと私は思いますけどね。で、やっぱりでこの今回 の, そのビラ見ると、なんとなく雰囲気的に、例えば北で実際になんか書かれあるポスターとか、それをちょっとパロったのかなっていう、はい、なんかそういうちょっと共産主義テイストが、あるんで、なんかレトロな感じなんで、はい、ちょっともしかすると、す、ね、多分北のなんかこれ別 の, そのコロナに対して団結して頑張ろうみたいな、だってこの兵隊さんが
持ってるのこれ注射器ですよね、はい、違うのかな、あガンかな、なんだろうよくわかんないですけど、そうですね、なんだか注射器っぽくも見えるような、はい見える、はい、あれですけれども、多分なんかそういう形で、北側のそのパロディをやったということなんですけれども、はい、例えばあの挑発するというよりも北朝鮮の人々に対してその、はい、まあ、彼らも実は結構あの口コミで、あの外部の情報を知ってる人は多いんですが、あのそこにやっぱりあのもっとその外部の情報をですね、あのまあ閉鎖国家というのはやっぱり開かれるとこれアウトですから、あのそういうその外部の情報を知らせるようなビラをまくっていうことはやっぱりこうやってもいいし、逆に政府がやるということになるとこれちょっとやっぱ大ごとになる可能性もあるんで、民間の団体がやって、あれはあくまでも民間の団体です、自由主義国家として表現の自由はやっぱりこれ保障しなきゃいけないんですよっていう言い方ができるのに、わざわざそのチャンネルを閉じるってのはやっぱりあのまずいと思いますね、さあそれではここからはですね、このテーマで話を聞きます。国民投票法改正案採決へ大詰め、憲法改正を考える。今日は憲法記念日、日本国憲法の施行から74年となりました。こうした中、衆議院憲法審査会での国民投票法改正案の採決、これをめぐる与野党の協議が大詰めを迎えています。国民投票法改正案は憲法改正に必要な手続きを定める内容で、成立すると本格的な憲法改正の議論に一歩踏み出すと言われています。国民投票法改正案、自民公明両党と日本維新の会などが、3年前ですね、2018年6月に国会に提出しました。8つの国会で、審議継続、あの継続審議となりまして、間もなく提出から3年です。で、日本維新の会や国民民主党、採決に前向きなものの、立憲民主党や共産党が難色を示してきました。で、与党はこの国民投票法改正案を今月6日の衆議院憲法審査会で採決し、今国会で成立させる日程を描いているという模様ですが、国民投票法改正案の採決めぐる動き、これは内藤さんどうご覧になりますか。いや、これはもう早く成立させるべきでしょうね、はあ、まあ、そもそも憲法にあの改正の手続きがざっくり書いてあって、国民投票すると言っておきながら、はい、国民投票の手続きが抜けているというのは法的な欠陥ですから、はい、それを補うという意味ではこれはもうすぐあの採決して成立させるべきで、はい、あのこれに反対してるっていうのはこれは筋がどう考えても通らないですよね、その点に関しては、はい、あくまでも制度の話ですから、はい、でこの憲法は96条で憲法改正の手続きというのを定めてます。で、第一次安倍政権の2007年に国民投票法、これが成立して規定して、で2014年に改正されて投票できる年齢を、20歳以上から18歳以上に変更しました。で、現在審議中の改正案というのは国政選挙、地方選挙と同様の投票の環境を整備するのが狙いで、まあ、成立すれば駅や商業施設などに投票所が設置できるとしています。まあ、国民投票法改正案、商業施設や駅にですね、この共通の投票所を設置して、在外投票ですとか期日前投票、これを拡充するものです。で、すでに国政選挙、あと地方選挙で導入している仕組みですが、この先ですね、国民投票法の改正の先には憲法改正という意識があります。反対の声が上がっているということなんですが、国民投票法のこの改正に反対する声ですが、内藤さん、これどういうご意見でしょう。これはあのおそらく反対の方というのは、いわゆる合憲派というか、まあ、今の憲法変えたくないという立場で、投票するとあの改正されちゃうから反対ということなんですけど、はい、本当に自信があるんだったら、改正して堂々と問えばいいじゃないですか、はい、それからあのこの国民投票法って今あの憲法改正のところでしか使われてないんですけど、はい、私は例えばこれもしこの法律が本当にできたら、あくまでもその頭の体操レベルの話ですけれども、やっぱもっと他に活用していただきたいと思うんですよ。例えば今あの日本であの国会議員をやっぱり辞めさせることができないですよね。でもちろんその選挙区の人が選んだということで選挙区の意思は尊重するんですが、はい、ただ国会議員ですから国民の代表ということを言うと、やっぱり選挙区のその事情で選ばれちゃった人が、全国民的にその有効な仕事してるかどうか分かんないと、全国民的には例えばあの 46% とおぼろに出てきた霊媒師の環境大臣とか、はい、ああいう人は多くの人は辞めさせたいと思ってても辞めさせられないわけですよね。
でその時に例えば国会議員だとか閣僚のリコールっていうことを国民がやっぱりできる制度ってあっていいと思うんですよ、うん、はい、でそれがただ闇雲にやるのは問題なんで、はい、例えば選挙区で取ったのを40、あくまで選挙区は一つの地域ですから、はい、それ47都道府県あるんだから47倍の署名を集めて、はい、でそれも全国民の声なんですよ、選挙区の声だけじゃなくて、でそれで国民投票にかけてこの議員をリコールするべきどうかっていうことを、うん、でリコールした場合にはその選挙区からもう国会議員なんかだから出られないとかっていう、うん、はあ、例えばそういう制度をやって、でそうすると例えば小泉だとか、はい、その前のレジ袋を指導した原田義明だとか、はあはあ、ああいったそのもうとんでもない政治家っていうのは、やっぱり辞めさせることができるわけですよね。あるいは逆にその護憲派リベラルの方からすれば、はい、極右政治家を辞めさせたいといえば、はい、国民の声としてそれが本当に多ければ辞めさせることもできるわけですよ、はい、やっぱりそういった形で国民投票法ができたら憲法改正以外にも僕は使い道があると思うんで、はい、これはやっぱり反対するんじゃなくてやっぱり民意を問うという一つのやり方として、はい、積極的にむしろリベラルの人の方がやるべきじゃないかと思うんですけどね、さて憲法改正めぐってはですね、自民党が4項目の条文案というのをまとめています、この4つというのは憲法9条に自衛隊を明記する、2つ目が教育無償化、3つ目が緊急事態条項の創設、4つ目が参議院選挙の合区解消、この4項目なんですけれども、これはどうですか。ですね、まずこの2番の教育無償化と参議院の合区解消って、これ、憲法で決めることなんですか。普通の法律でいいんじゃないですか。でそれから1番の自衛隊を明記なんですけれども、はい、自衛隊っていうのは憲法で戦力を保持しない、だから軍隊と言えないというんで、いわばこういう言い方したらですけど、苦し紛れに自衛隊と言ってるわけですから、憲法を9条改正して正規 の国防軍を持つということであれば、はい、国軍でいいじゃないですか、はい、何も自衛隊って書かなくて、わざわざ自衛隊という名称を使わなくても、例えば陸海軍をきちんと防衛、はい、自衛のために持つというふうな書き方にすればいいわけで、はい、なんかちょっと中途半端というか変な感じがしますよね。はい、自民党にはですね、新型コロナウイルスに対処するため総理大臣に権限集中する緊急事態条項、憲法に新たに設けるべきという声も上がっています。まあ、一方で地方自治体に権限は委ねるべきだ、まあ、こういう意見もあるんですね。緊急事態条項、これはどうなんでしょうね。やっぱりある程度僕は必要だと思うんですよ、はい、ただそれはただ単に制限するだけではなくて、でやっぱりある程度足かせを課せる法律と一緒にセットで、はい、ですから先ほど の自衛隊の明記もそうなんですけれども、なんかですね、その改憲派の一部の方々は憲法にこう書けば全てそれで解決するというような錯覚を持っている人が多いじゃないですか、はい、憲法に書いたらそれに伴って組織だとか法律だとかものすごいいっぱい整備しなきゃいけないわけですよね、はい、それあたかもそのいわゆる護憲派の人が憲法に戦争反対と書けば戦争は起こらないと言ってると実は思考回路一緒なんですよ、はい、それに伴って非常に多くの その手続きだとか組織がいるので、はい、緊急事態条項自体は私は私権の制限する場合があるということはあってもいいんですが、その場合はまずきちんと保障すると、はい、でその手続きはきちんと決めるというふうなことだけを憲法に原則だけ書いて、はい、あとはきちんとそれに合わせて入れるんであれば、はい、それに合わせて他の法整備だとか、はい、組織の整備っていうのも一緒に進めないと、はい、結構だから大事だと思いますよ。そうですね、はい、時刻8時37分です。おはよう、テラちゃん、テラちゃん、時刻8時38分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。今も憲法改正についてお話を伺いましたが、読売新聞が実施した憲法に関する調査によると、憲法改正する方が良いは 56%、 前回2020年3月から4月の調査の 49% から上昇しています。郵送方式となった2015年以降で最高です。で改正しない方が良いは前回から8ポイント低下の 40%、近年は憲法改正賛成派と反対派が5割前後で拮抗していたんですが、今回は差が16ポイントに広がりました。朝日新聞の調査を見ると、今の憲法を変える必要があるか、これを聞いたところ、変える必要がある 45%、 変える必要ない 44%、 賛成派と反対派が拮抗しています。ただ細かく見れば、今お伝えした通り、1ポイントですね、変える必要があるの方が上回っているとい
ということですね。そして毎日新聞、あと社会調査研究センターが実施した調査によると、憲法改正について賛成が 48%、 反対 31% ですから、賛成が反対を上回ったという、こういう数字が出てきました。この読売新聞、朝日新聞、毎日新聞の調査の結果ですが、内藤さん、これはどういう印象をお持ちですか？まあ、基本的にアンケートというのは質問の設定の仕方で大きく変わりますので、はい、まあ、いかにもそれらしいかな。ただ朝日でさえもやっぱり拮抗しているということになってきたんで、はい、まあ、憲法はやっぱりある程度やっぱりもう今のまんまだといろいろそのまあ矛盾が出てきてるよねと、はい、もう中国が尖閣の方来てたり、今回のコロナでの対応を見ててもやっぱり憲法変えないといけない部分がいっぱいあるよねというのが、まあ、ほぼ国民の認識だというふうに理解していいんじゃないですかね。はい、さてそんな中ですね、番組ツイッターでおはようテラちゃんの番組ツイッターで憲法改正について4つのアンケートというのを実施してみました。質問は今朝の一般紙の各紙、これを参考にして設定しています。朝8時時点の途中経過というのをご紹介すると、おはようテラちゃんで日本国憲法について改正する方が良い、改正しない方が良い、まあ、こういうふうにこう意見が分かれるわけですね。改正する方が良いが 88.1%、 改正しない方が良いが 11.9%、まあ、これは294票という、まあ、票が少ないというのでこういう、数字になっているというのもご了承いただければと思います。あと、日本国憲法について、変える必要がある、変える必要はない、こういう質問に関してはですね、日本国憲法について変える必要がある、変える必要はない、これは278票ですね。このうちで変える必要があると答えた方が 89.6%、 変える必要はない、これが 10.4%、 こういう数字となっています。で、3つ目ですけれども、今度は憲法9条についてですね、これは236票の方にお答えいただいておりますが、憲法9条について変える方が良い、変えない方が良い、これ、どちらかというと、変える方が良いが 86.9%、 変えない方が良いが 13.1% になっています。そして、もう一つ、憲法第9条を改正して自衛隊の存在を明記する、まあ、こちらについて賛成と反対、これは276票中ですね、賛成、憲法9条を改正して自衛隊という存在をこの明記することについて賛成が 90.6%、 反対が 9.4% という、まあ、こういう数字ですね、率になったと、まあ、これまだまだ途中経過ではあるんですけれども、まあ、こういう数字が出てきてますが、はい、これ内藤さん、今のお聞きになっていかがですか？改正する方が良いかどうかということに言うと、はい、逆に言うと憲法改正しなきゃいけない部分があるんですよ、はい、一つはやっぱり誤植がありますんで、はあ、例えば憲法第7条4号に、はい、天皇の国事行為のところですね、国会議員の総選挙の施行を公示することってあるんですね。ところが総選挙ってのは衆議院は解散するから総選挙できますけれども、はい、参議院は解散ないんで、はい、総選挙ないんですよ、これ単なる誤植なんですよ。で、例えばこの総選挙の総の字を取るとかって、はい、選挙にする、選挙にするとか、はい、そういった細かい部分で調整しなきゃいけないところが実は結構あるんだ、あるんで、そういう意味ではその大掛かりに中身を変えるとかどうとかじゃなくて、はい、制度的にその整えるとか、はい、整合性がないところをこう修正するというふうなのがあるんで、これは改正は しなくちゃ本当はいけないんです。そうなんですね。そういう部分に関しては、ですからそうだと思うんですね、はい。で、まあ、憲法9条についても、はい、まあ、これも変えた方がいいとは私は思いますが、一つは変えればそれで直ちにその日本がそのきちんとその軍備を持って、はい、国防がすぐできるというふうに考える人は意外と多いんですが、やっぱりそこハードルもすごい高いと、はい、ですからそれで変えればやるんだということではなくちに、例えばですね、憲法9条の解釈というのも、はい、実は池田勇人の内閣の池田政権の時代まではいわゆるその公選権といったこともですね、割と限定的には認めてたんですよ、はい、でむしろ禁止されるのは大陸間弾道ミサイルを保持したり、はい、敵国を占領したり、あるいは敵国を破壊したり、あるいは戦時下でその中立国の船舶を拿捕したりっていうことはこれはダメだけれども、はい、普通に防衛することはいいんですよ、はい、という法解釈だったんですね、それが佐藤内閣の時代に、今のようにその非常に厳しい形で変わっちゃったんですよ、だからまずその変えるのは時間がかかりますので、はい、憲法解釈を昔の状態に一旦戻して現実に対応できるというふうにした上でゆっくりその練ると、はい、例えば自衛隊明記っていうんですけれども、本当にその
再軍備といいますか、はい、国防を充実させるということであれば、そのちゃんと憲法でちゃんと自衛隊でっていう方面の名前ではなくてちゃんと軍、国軍にして、はい、でそして、まあ、当然その予算とか人員とかを増やしてですね、で結局今GDP の GNP の 1% って言ってますけれども、あれも実は根拠ないですよね、はい、必要であればお金は払わなきゃいけないし、実際金額的にはもう韓国にも抜かれるという状況になってるか、わけですから、お金払えばいいってもんではないにしても、やっぱりそのまずできるところからやって、はい、その仕上げに憲法というふうな形を考えないと、はい、改正すべきなのは改正すべきなんですが、特にその9条なんかに関してもとにかく9条教の信者の方が変えなければ戦争は来ないと思ってんです。一緒に変えればそこでいきなり国防がうまくいくというのもこれもちょっと僕は安易だと思うんで、やっぱりやるべきことをまずは憲法解釈、9条の解釈というのはこれはやっぱり池田勇人の時代に戻して、はい、でそれでできることを積み重ねていくと、はい、いうことだろうと思いますね。その解釈を戻すというのは今菅総理にはできることあできますですね。基本的に、はい、内閣法制局の解釈が、はい、変えるというだけの話ですから、はいはい、となるとその内閣法制局の長の考えってわけでもないんですね、まあ、やっぱり組織ですから、まあ、長官 その個人のお考えってそれぞれ当然終わりでしょうけれども、はい、しかし少なくとも池田内閣の時代の集団的自衛権は限定的に容認すると、で国会答弁が当時の林長官がしてるわけですよね、はい、ですからそれに戻すということを検討するということを始めてもいいと思うんですよ。そうか、そのきっかけを作ると、それで検討してやっぱり法的にその元に戻して不都合がなければそれは戻せばいいだけの話で、と思うんですけど、ね、そうなんですね、はい、時刻8時46分です。文化放送おはようテラちゃん、時刻8時50分です。ビジネス最前線、この時間は郵便学者内藤陽介さんにこのテーマでお聞きします。秋入学で幼稚園から高校一貫教育玉川学園23年度にもというものです。東京都町田市の私立の学校玉川学園、秋の入学9月始業、これを導入する方向で文科省と協議していることが分かりました。小学校教育の前半を半年繰り上げ、高校まで学ぶ初等中等一貫教育学校、これを構想していて、秋入学と幼少中高、ですから幼稚園、小学校、中学校、高校、この一貫教育で学年にとらわれない柔軟な教育を実現するのが狙いです。国際標準の9月始業、6月就業とし、高校は6月卒業とします。2023年度にも発足させたい意向です。構想が実現すれば日本で初めてとなり、秋入学、早期の就学をめぐる国の議論にも影響を与えます。この試みなんですけれども、内藤さん、これこの、まあ、日本での秋入学ですよね、これはどうお考えでしょう。だから、まあ、試みが実現するかどうかちょっと、まあ、はい、わかんないし、多分微妙だと思うんですが、はい、秋入学については逆に今 その3月卒業4月入学っていうのをどう考えるかだと思うんですよ。もともとこれ明治の頃っていうのは、これ私が聞いた話なんですけれども、その時期に、まあ、新年度が3月年度末4月新年度で4月入学っていうふうにしたのは、はい、結局農業をやってる方が人口の大半を占めてる時代だったので、はい、一応雪が、まあ、全国のほとんどがなくなって、で田植えが始まるまでの季節のいい時期に新年度が始めてやりやすいようにという土壌があったわけですね。で例えばその9月始業ということなんですけど、まあ、9月1日今でも新学期になりますけれども、はい、例えば大正時代で実はそのちょっと自分の本の宣伝になりますけれども、はい、先日出した切手でたどる、はい、郵便150年の歩みという歴史という本を出しましたけども、はい、そこで大正時代のところで書いたんですが、はい、大正天皇の誕生日は8月31日だったんですけれども、はい、8月31日は非常に新学期前で暑い時期なので、これを当時は天朝節、天皇誕生日の式典は10月にずらして祝日をずらすということをやってるんですよね。ですから気候だとか農業の人口が今非常に減ってはいるんですけれども、はい、そういった文化的な背景もあって、その4月入学という年度始めというようなことが定着してきているので、そのことをどう考えるかですよ、はい、でそんなもんもういいんだと、で9月にやって世界標準に合わせた方がいいんだと考えるのか、はい、
あるいはやっぱり日本の伝統的な習慣とかあの風土のそのサイクルに合わせるべきだと考えるかってのはこれも個人の本当価値観なので、どっちが正解ということも言えないと思います、はい、確かに季節でね、あ、春といえば卒業入学っていうのがもうずっと我々には染み付いてるわけですもんね。その時期に他の例えばお役所のその年度もそこから始まるわけですし、あの時期的にやっぱりその外れちゃうと、例えばその9月なんかになってくると、例えば農家の方とかそういった方々への影響ってのも、まあ、今はその子供に働かせるってことはないにしても、やっぱりそういったこともあるので、あのもうやみくもにそのワールドスタンダードだからということはどうかなという気がします、うん、ただあのそういう声が多数であれば私は変えてもそれは仕方がないかなということで、はいはい、その辺は柔軟に考えてるんですが、ちょっとその辺あの国民的な合意としてどうなんだろうというところはちょっと気になるところですね、まあ、考えるべきところですね、我々がね、はいはい、で現在一貫教育では小中合わせた義務教育学校、あと中高中学校高校合わせた中等教育学校というのが認められています。で玉川学園初等中等一貫教育学校、これを新しい学校として、その制度化するということを国に要望すると。で問題、法律の壁がありまして、幼稚園の年長時に9月から小学校1学年の学習をさせたりですとか、小学6年生に中学 1学年のこの学習をさせたり、まあ、こうすることは事実上の秋入学秋進学であって、同じこの学園内の学校であれば運用上は可能です。ただこれを正式に制度化して高校の6月卒業を実現するには学校教育法を改正しなくちゃいけない。で学校教育法が義務教育の開始を満6歳に達した日の翌日以降の最初の学年の始めとして、学校教育法施行規則もですね、学年の始業は4月1日と規定してるんですね。これに基づいて中学高校も4月入学3月卒業となっているわけです。ですからこの文科省の幹部はですね、現行法の枠組みでの6月卒業は問題がある、書類上は翌年3月まで在籍させるなど、何らかのこの弁法が必要になるだろうと指摘をしています。日本の学校教育、特にこの初等と中等教育、過度に公平性とか平等性、これを求めるあまり確一的で硬直的な体質になった、多様化しているこの現代に即してないんじゃないか、でとなれば才能豊かな人材の育成阻んでるんじゃないのっていう批判もあるわけでして、難しいところですねこれね。ただですね、はい、あの私自身は、まあ、ちょっと最近の教育は分かんないんですが、はい、自分が受けた時代の教育でいうと、やっぱり日本の教育ってそれなりによくできてると思うんですよ、はい、でやっぱり基本ってのは、はい、あのまあ、高校以上になってくると違ってくるのかもしれないんですけども、小学校中学校レベルの義務教育のレベルっていうのはやっぱり基本的な知識で詰め込みなん、はい、が必要なんですよね、そのまあ、それをその結局その理不尽なんです、暴力とかスパルタはどうかと思いますが、はい、ただやっぱりある程度勉強ってのは、例えば英語だったら、なんで B 動詞は I am で You are なのかっていうことをこれ覚えるしかないですよ、なんで三単元の S つくんだって言われて、はい、理屈でそれ説明することは多分文法学者が来れば分かるんですけれども、でもそうではなくて覚えなきゃいけないわけじゃないですか、でやっぱりそういう基礎知識の部分っていうのはやっぱり詰め込みというのはどうしても必要なんですよ、はい、でそれがあって上での個性という部分があるんで、もちろん例えば体育だったり美術音楽のようなね、もともとの才能の差が大きく分かれる分野はそれを生かす方向があってもいいし、いろんな評価の軸はあってもいいと思うんですが、教育自体はやっぱりある程度広くやらせておいて、ある程度強制的にやるという面は僕は必要だと思うんです。でその時に生徒の例えば変な校則で理不尽なことをしないとかっていう運用の方が問題なんであって、制度としてはですね、私は実はそれなりに昔のというかある年代までの教育っていうのはよくできてたんじゃないかなと思いますよね、やっぱり昔全く興味がなかった理科とか数学とかって僕は本当嫌いで、変な話、テストで満点取っても全然嬉しくなくて、もうやめたくてしょうがなかったんですよ、もう嫌で嫌でしょうがなかったんですけど、でも大人になってみると、例えばなんか話をこう聞いてみたりすると、なるほどって興味そそられたんです、その逆もあると思うんですよね、例えばその常念さんなんかが子供の頃やっぱり体育とかすごい嫌だったけども、あれは先生が嫌だったってことなんで、その辺の運用の問題でカバーしていただこうがよろしいかと思います、今の話で嫌だけど満点取った内藤さんがすごいと思いました、はい、以上ビジネス最前線でした。おはよう、テラちゃん。
おはようテラちゃん、今朝のコメンテーター郵便学者内藤陽介さんです。昨日 JAXA の小野口聡一飛行士がおよそ半年間滞在した ISS 国際宇宙ステーションからスペース X、これアメリカの宇宙企業ですが、この宇宙船クルードラゴン1号機で、昨日夕方4時頃ですね、アメリカ南部フロリダ州沖のメキシコ湾に着水、地球に無事帰還したと。野口さんのこの滞在は通算335日、日本人で最長を更新したということですね。いやーすごいですね、よく考えてみればね。何よりもやっぱり無事に、はい、そうですね、お疲れ様です。お疲れ様でした、やっぱりその変な話なんですけど、はい、まあ、さっき勉強の話になっちゃうんですけども、はい、大学入試の時の英語の問題で、宇宙飛行士がやっぱり一番心配してたのは無事帰還することです、やっぱり。あ、そうですよね、はい。今朝のコメンテーター郵便学者内藤陽介さんでした。内藤さん、ありがとうございました。明日火曜日のおはようテラちゃん、5時台フランス在住の翻訳家大野舞さん、6時台経済学者で上武大学教授田中秀富さん、7時台後半から作家評論家翻訳家山形博夫さん迎えて朝5時からお届けします。この後さだまさしさん登場です。さだまさしの質問丼をお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。